ハッピーヒルエアラインズ並びに浅間国際航空から到着便のご案内をいたします。福岡ハッピーヒルエアラインズ154便、浅間国際航空858便はただいま浅間共和国から到着いたしました。お出迎えのお客様は1階到着ロビーでお待ちください。スポーツのコウと申します。今回謹慎中にもかかわらず、お忍びで南国浅間共和国へ行かれていたのは、謹慎中だから行ったんですよ。日本にいてもつまんないし。真っ黒に日焼けされてますけど楽しかったですか？超楽しかったですよ。こんなに楽しんでいいのかななんて思ってました。天神 TV の泉平です。芸能人の裏情報を流して謹慎処分にあって結局何も答えてないって感じですよね。全然謹慎大好き。暴露されるようなこといろいろやるから悪いんだよ。芸能レポーターも知らないような情報をどうやって手に入れているのか本当に知りたいところなんですけど。みやびは別に意識して集めてなんかないよ。周りの人が勝手に教えてくれるんだもん。でもガセネタはあるんじゃないですか？関係ない。だって私芸能レポーターじゃないもん。聞いたことをネットで紹介してるだけだよ。それにちゃんと信憑性に関しては責任持ちませんよって書いてるし。そうなんですけどね、それが妙に当たっていたりして。外れることだってあるよ。でも不思議なことはですね、外れた時も噂にされた芸能人が誰も訴えない。レポーターの私たちがガセネタ流したらそりゃ大変なんですけどね。そんなの当たり前よ。だってみやび超可愛いんだもん。まあ確かに。ああ、皆さん私をバカにした目で見てる。はい。いやいや、そんなことありません。いいわよ。だどうせおバカなアイドルだって思ってるんでしょ。いいんだってば。だってみやび本当に落ちこぼれだし。そうなんですか。まあそうでしょうね。こうです。そうなの。進学しようかどうしようか迷ってた時にね、ママがそんな学校行くくらいなら芸能界で社会勉強した方がママ嬉しいなって言ってくれたんだ。ちなみにこうですけど、みやびさんでも受かった学校があったんですか？それどこですか？もう失礼しちゃうな。でも恥ずかしいから言えないよ。謹慎中の京極みやび、帰省先の福岡でエッセイ執筆中。ふーん、福岡なんだ。はい、社長、どうぞ。ありがとう。はぁ、美味しい。あなた本当にお茶が好きね。ねえ、沢口さん知ってた？京極みやびって福岡出身みたいよ。ええ、どんたくや山笠の時なんかいつもテレビに出てますよ。へえ、知らなかった。アイドルのエッセイなんて面白いのかな。どんなエッセイなんですかね。内容まだ秘密なんだって。秘密ですか。どうせ暴露ネタなんでしょうけど。あの子怖いものなしだもんね。
今謹慎中なのもある俳優の私生活を暴露したからみたいですよ。誰その俳優って。クラーク・ケント。ネットの噂なんですけどね。誰それ。倉庫の倉に悪役の悪、剣の剣に北斗のと、クラーク・ケント。クラーク・ケント、時代劇の悪役俳優なのに名前は正義の味方なんですよ。へー、で何暴露されたの。彼男性が好きらしいですよ。そんなことぐらいで謹慎。言われてみればそうですね。ゲイかどうかなんて大したことないですよね。事務所絡みかもね。そうですね。それにネットの噂だから本当かどうかも分かりませんし。最近の若い子は本当に可愛いわね。京極みやびは群を抜いて可愛いですよね。あの毒舌さえなかったらもっとチヤホヤされるのに。性格なんだからしょうがないわね。執筆に疲れたらここに来るのって、まあこれ博多駅のデパートじゃない。はい、結婚相談所エメラルドブルーの緑川でございます。あら市川さん、お久しぶり。はい、おかげさまで。そちらはいかが。そうそう、不景気になるほど皆さん結婚願望が強くなるみたいね。はいはい、クラーク・ケント様。え、もちろんよく知ってるわよ、大ファンだもん。え、本当に。まあ、クラークファンとして光栄だわ。もちろん本店の総力を結集して。わかりました、ぜひ。では明日の10時でいかが。はい、ではお待ちしておりますとクラーク様にお伝えください。では。どうしました。東京支店の市川さん、明日クラーク・ケントが来るわ。あ、やっぱり。で何しに。もちろん結婚相談。じゃあ彼ってストレート。そうなんでしょうね、男性に男性は紹介できないもん。そっか、ストレートなんだね。ここに来るってことはクラーク・ケントも福岡の人。ええ、もともとは春日市ですよ。今はもう家なくなっちゃってますけど。詳しいわね、ひょっとしてファン。幼馴染なんですよ。クラーク様、ようこそエメラルドブルーへ。社長の緑川靖子でございます。クラーク・ケントです。こちら秘書の沢口です。ケンちゃん、お久しぶり。え、私わかんない。ガリガリのヘップバーン。ヘップバーン、ヘップバーン、あのごぼう足の足っけ。そうよ、ごぼうのヘップバーンよ。うそ、何よ何よ、今はボンキッポンになっちゃって。足っけ。小学校の同期だそうですね。よく泣かされましたよ。私が女の子に悪さすると決まってヘップバーンが市内持って仕返しに来る。私小学校の頃剣道やってたんですよ。あら、知らなかった。追いかけられて捕まってボコボコにされて、ちょっと一度なんか女子の前でズボンもパンツも脱がされて、もう笑い物にされて、もう恥ずかしくなって。あれからですよ、女に負ける屈辱を知り剣道に打ち込み始めたのは。ひょっとして俳優クラーク・ケントが存在するのは沢口さんのおかげ。そういうことになります。知らなかった。さてと、お二人の再会が無事済んだことですし、あとは沢口さんお願いしていいかしらね。人目もあるでしょうからビップルーム使ってね。はい、了解。ではクラークさん、ご用件はすべてヘップバーンにお任せくださいね。じゃあ場所変えてお話伺いましょうか。問題に入る前にケンちゃんにどうしても確かめとかないといけないことが一点。そっかそっか、ヘップバーンか。いい女になったね。もう聞いてんの。ヘップバーンっていうよりモンローだな、モンロー。ケンちゃんってば。ケンちゃん男性の恋人がいるって聞いたけど。ああ、京極みやびの言ってることね。そうそう、あの暴露アイドルの。ネットはすごいな、みやびの言った通りだ。え、いやなんでもない、俺ゲイだよ、男にしか興味ない。子供の頃はスカートめくりしてたのに。そうだよ。ん？
映画でそういう役をいただいたわけ。映画？ああ、そういえば役作りでそれなりの研究もしたのよ。あらら、じゃあやっぱりガセネタ？まあそうなるかな。まあそうなるかなってケンちゃん何さらっと言ってんのよ。え？とんでもないアイドルじゃない。もっと怒んなきゃ。凶悪みやびよ。まさか。え？あのね、あいつは暴露アイドルという役なだけ。あいつのは暴露でもなんでもないのね。全部打ち合わせしてるんだから。そうなんだ。芸能界だぜ。俺の噂も映画の宣伝のためね。話題になってなんぼってこと？そうそう、実際はみんな京極みやびに感謝してるんだ。そうなんだ。みやび様様、京極みやびね、ん？実はいわゆる大和なでしこだぞ。それにめっちゃ頭いい。へえ。おまけにボンキュッボン、ありゃいい女だよ。ボンキュッボンが好きね。嫌いな男なんているか。そっかそっか、ヘップバーンか。あ、ね、今日からモンローって呼んでいい？で、芸能人がなんでまた結婚相談所なんかに？いい人周りに山ほどいるでしょうに。いない。女優さんにアナウンサーにボンキュッポンだらけじゃないの。芸能人はダメ。どういう意味？自己主張の塊ばっか。俺の理想のタイプがいるわけない。理想って？俺はね、奥さんとはいつも一緒にいたいのよ。朝から晩まで。それは無理。普通の人でもそれは無理。すいません、でも俺はそういう生活がしたいんだよね。あなたロキアなんかで家にいないんでしょ？そう、このままだと無理だから。だから俳優を辞めるつもりです。え、本気？うん、クラーク・ケントは仕事より結婚を取るのであった。憧れてるんだね、結婚生活。うん、あなた今日は石狩鍋にしてみたわ。おお、石狩鍋か、うまそうだな。わ、気に入った、嬉しい。だって鮭大好きだもん。よかった、はい、どうぞ。寒い時は熱燗で。熱燗か、おっとっとっと。さあ、君も一杯どうだい？まあ、いやだ、奥さん寄せてどうする気も。おしっけ、重症だこれ。すいません。そんな奥さんいません。探して。いません。そうだよね。まあ、なるだけ近い人よろしく。あ、ボーキーポンでね。はいはい。でも複雑だな。私ケンちゃんの悪代官とか好きなんだけどな。一生悪者やってるわけにもいかんでしょう。憎まれて死ぬなんて嫌だ。あー嫌だ、嫌だ嫌だ嫌だ。失敬。悪役だからって役者本人まで憎むなんて今時ないっしょ。これまで事務所に何が送られてきたと思う？まさかカミソリの刃とか。あー、いるねそんなの。わざわざカミソリの刃買ってバカだね。言われてみれば。じゃあ小さい子からの嫌いだっていうお手紙、これが一番辛い。そんなのが来るの？ちぐはぐな字でおじちゃん嫌いって。あらら、はあ、辛い。バラエティに出てみたら？バラエティに出られるほど頭良くないよ。おバカタレントだって立派にやってるじゃない。おバカなもんか。あいつらの IQ 尋常じゃないぞ。そうなんだ。それに俺は余生を人のために生きたいわけよ。夢ある未来を残したいわけよ。夢は今も十分与えてるじゃない。それは善玉俳優たち、悪役は憎しみを与えてなんぼのもんです。仕方ないでしょう、光と影で一つなんだから。影はもういい。それにこの先テレビはどうなることやら。まして時代劇なんて。そういえば時代劇少なくなってきたね。ねえ、役者辞めた後の仕事のあては？あるよ、実際も始めてる。有名俳優よりそっちの方がいいわけ？長い目で見たら堅実だね。体も酷使せずに済む。今年なんて俳優業のスケジュールかなり抑えてるんで、体調すごくいいし。俳優って大変なんだね。で、代わりに何やってんの？ライター。へえ。あ、そういえばケンちゃん今までに自分の本何冊か出版してたよね。よくご存知で。今時ライターで生活できるの？ちょっと苦しい。だから金稼ぎでゴーストライターもやってる。ゴーストライター。そう、売れるといい金になるんだこれ。誰の本書いてるの？小野のここまち。いぶきなな。うそ。今は京極みやびのエッセイを書いてる。あ、ケンちゃんが書いてるの？あれあれってよくご存知で。昨日たまたま週刊誌で読んだ。へえ、もう宣伝してるんだな、驚き。でも参ったな。へえ、ひょっとしてまだ全然書けてないとか。当たり。先週からホテルに缶詰になって書いてるんだけど、構想すら思い浮かばん。だいたい性に合わないんだよね、ホテルってのはさ。ケンちゃんがアイドルのゴーストライターなんてさ、本
当に罪深いね。犯罪もいいとこだよ、これ。もう絶対秘密だからね。でないとお仕置きの天使が夜お部屋にやってくるよ。わかったわかった。でも言いたいな。どう？ここ駅からも遠くないし、人通りもそれほど多くないし、隠れて執筆するにはちょうどいいでしょ。1階だから何かあってもすぐ外へ逃げられる。家具屋なんかは最低限のものしか置いてないけど。うん、問題ない。すまないね、モンローの隠れ家なのに。本当にいいの？月10万で。うん、私最近は忙しくて隠れてる暇もないからね。ただし2ヶ月だけよ。大丈夫、どうせ2ヶ月以内に仕上げなきゃいけないエッセイだから。ここにあるものは何でも使っていいから。助かるよ。これがテレビのリモコンね。教祖のクイズだ。最近この人よく出てるわね。教祖？こいつ？何？知り合い？こいつも福岡出身でね、番組で福岡の食べ歩きを一緒にしたことがある。へえ。ね、この人も IQ 高いわけ。こいつはわけがわからん。大ボラ吹きだけど、基本は悪いやつじゃないな。大ボラって？スーパーモデルのベロニカとマブダチだとか。男なら言ってみたいね、そのセリフ。昔某国のテロを防いだことがあるとか。意外に本当だったりして。ねえ、あなた知り合いならこの番組に出たら、勝ち残ったら400万だよ。いやだよ。それにこれ男は美人とペアじゃないと出られないし。あ、モンロー出てくれる？いやだよ、テレビなんて。では最後の問題。お友達 LINE はすでにありませんから、しっかりね。僕の知り合いの女性は、ある男性が自分で作ったサンドイッチを見て胸がキュンとしたのね。それはなぜでしょう？さあシンキングタイム。わかる？でも沈んじゃダメだよ。こんな問題にどうやって答えろっていうのよ。わかるか？パンの耳をきちんと切ってたから。は？ブブー。はい、残念でした。時間切れです。正解はちゃんとパンの耳が切られていたからです。ああ、残念でしたよね。わからん。なんで？普通だよ。普通じゃないだろ。そうかな。ま、とにかく俺にはこの番組は無理だな。特に最後の僕の知り合いの女性はで始まる問題は絶対にわからん。もったいないな。ところで結婚相談所との契約内容だけど。年間30万円、それだけよ。条件に合う人がいたら私からすぐに連絡を入れてあげる。ありがとう、助かるよ。本当。なんのなんの。ねえ、剣道しか取り柄のないこんな俺にも見つかるかな。剣道しかってあなた確か5段だっけね。7段。自信持ちなさい。いいこと、ケンちゃん。これからの人生のキーワードはね、アクセプト。面倒だなと思うことでもまずはアクセプト、受け入れなさい。アクセプトか。ん？あ、ミラクルちゃん。なんだ。この子どこの子かわからないけどよく来るのよ。この子の鈴の音や鳴き声が聞こえたら絶対に中に入れて可愛がってあげてよ。え？俺猫なんて。アクセプト、アクセプト。おー、アクセプト。いい？絶対よ。あなたが可愛がらなかったらこの子来なくなっちゃうからね。私この隠れ家でこの子に会うのが結構好きなんだよね。ミラクルちゃん、チュッチュッチュッ。わかった。ミラクルちゃん待っててね。ケンちゃん、キッチンのあの棚にミラクルちゃんの餌があるから、来た時は必ず一缶あげてちょうだいね。わかった。ほら、ぼーっとしてないで一缶持ってきて。はい。ミラクルちゃん、今日はいい天気だね。日向ぼっこしてたのかな。あ、ありがとう。さ、お食べ。あのさ、食べさせたらどうしたらいいのよ。30分を過ぎたら必ず窓から出してあげる。この子よその子だからそれ以上はダメ。帰らなくなっちゃうと困るからね。いいわね。はい。あら、この子京極雅じゃない。謹慎中のはずじゃ。再放送でしょ。そっか。
シャレなんだよ。ほら、否定できないでしょ。ほら、分かったよ、分かったよ。頼むからやめてくれ。こうやって楽しそうにやってるけどさ、こいつも俺と同じ影の存在なんだよね。そうなんだ。何かこいつのイメージ変えられるようなエッセイ書いてやらないとね。頑張ってね。あ、そういえばこの子今なぜ謹慎してるの。お、みやびからだ。おお、みやび、どうした。飲んでんのか。どこで。高宮の。聞いたことないな、そこは。え、今から。モンロー、みやびと飲んでみる。堤さん、ここがあなたの部屋。この部屋からたくさんの女性が新しい人生を見つけて旅立ってますよ。東京のことはもう忘れて、未来を見つめて生きていきましょうね。はい、いろいろとありがとうございます。福岡は海あり山ありで住み心地なかなかいいですよ。私、生まれも育ちもこちらですけど全然飽きません。これからのことなんですけど、しばらくは様子を見るためにあまり外に出ないようにしてくださいね。暗くなってからの散歩くらいは大丈夫なんですけど、同じお店などへ頻繁に行くのはやめておきましょう。わかりました。2日ごとに私が食料や必要なものを持ってきますから。すみません、マキさん、何から何まで。とんでもない、これが私の仕事ですから。本当にすみません。2ヶ月くらいここで様子を見ます。仕事が見つかったらまた移動になると思うんですが、その後は軌道に乗りますから大丈夫。はい、ありがとうございます。何かあったらすぐに携帯電話に。繋がらないときはオフィスへ連絡を入れて私に伝言を残しといてください。はい。あ、大切なことを忘れてました。つつみさん、リバティです。ジェントルアイズ Let's see so much。このお部屋の主、私たちが飼ってるんです。堤さんの一番の理解者になるはずですよ。リバティ。そう、リバティ、自由っていう意味です。自由、いい名前ですね。堤さん、猫大丈夫。はい、大丈夫です。飼ったことはありませんが。簡単ですよ。というよりリバティが勝手にやりますから。おいで、リバティ。あら、まただ。リバティ、あなたどこかでごちそうになってきたわね。ダメよ、よそ様で迷惑かけては。私も抱いてみていいですか。もちろん。これからは毎日堤さんがリバティと話すことになりますからね。どうぞ。ちょっと重いかも。ああ、ほんと、結構ずっしりと。これからよろしくね、リバティ。あ、そうだ、いいことがある。ペンペンと。リバティに郵便屋さんになってもらいましょう。つみさんのいい気晴らしにもなるだろうし。こんにちは、リバティの飼い主です。いつもごちそうしていただきありがとうございます。迷惑をおかけしていませんかと。で、これをこうやってリバティの首輪に巻きつけてと。苦しくないか、リバティ。大丈夫でしょうか。大丈夫、大丈夫。あ、ただし、もし返事が来たら私に見せてくださいね。はい、二人で返事を取りましょう。京極みやびがね。驚きですよ。ケンちゃんから聞いた時は半分嘘だと思ってましたけど、実際に会って飲んでみると本当に気の利くいい子で。芸能界ってわからないわね。
ところでクラークさんには京極雅なんていいんじゃない？話聞いてると結構気の合う二人みたいだけど。飲んでる時にそれズバリ聞いてみたんですよ。で、京極雅来年結婚らしいです。え、相手は？ケンちゃんの実の弟。今アサモア共和国でボランティア活動中らしいですけど。ずいぶんと暑いところで活動なさってるのね。じゃあ結婚したらアイドル引退？そこまでは聞いてません。でも引退するかもしれませんね。どうして？彼女言ってました。人のことをチクる女だって思われることが耐えられないって。まあそれは辛いかもね。完璧に役をこなしているからみんなそう思うのよって言ってはみたんですけど。分かってはいるけどっていうやつね。嫌なことも多いんでしょうね。この前彼女と飲んでる時、男性の客が近寄ってきて暴露ネタを教えてやるよって言ってベラベラといろんなこと喋り始めて、すると彼女もその客に合わせざるを得なくて、結局聞きたくもない話を聞かされて。そんな時クラークさんはどうしてるの？ケンちゃんカツラじゃないと全然目立たないんですよ。そっか、普段はちょんまげだもんね。ああ、また始まったかって顔で飲んでましたよ。あ、ケンちゃんからだ。みやびと鍋するけど来る？ですって。どうします？社長、お鍋？お鍋ね、行く。ここが噂に聞く沢口さんの隠れ家ね。すんません、隠れ家を使わせていただいて。いえいえ。ケントさん、お豆腐取りましょうか？おお、ありがとう、頼むよ。ね、言った通りでしょ。ほんと。何が？みやびちゃんよ、テレビとはお家がいいって話。まあいかにテレビで無理をしてるかってことよね。どうぞ。ありがとう。緑川さんも。はい、どうぞ。ありがとう。みやびさん、小さい頃かなり厳しくしつけられたでしょ？ええ、しつけには超うるさい両親でした。そうでしょうね。かわいい。ミラクルちゃん、お鍋の匂い嗅ぎつけてきたのね。ほら、おいで。あら、首輪になんかついてる手紙？あー、それは素敵な便箋ね。なになに？メールアドレスありがとうございました。こちらのアドレスもお伝えしておきます。これからはこちらへご連絡ください。でなにこれ、女？そのは、なんというか、ああ、向こうから手紙をだね。メルアドって大丈夫ですか？大丈夫、これ用に新しく作ったし。へえ、これ用に。へえ。いや、しきしき、ついアクセプトしちゃってさ。ミラクルちゃんを可愛がってきたのは私なんだけどな。相手は本当に女性なの？男に騙されてるんじゃないですか？そんなことないよ、多分。気をつけてくださいよ。大丈夫よ。まあいいんじゃないの、これが何かに発展することなんてあるわけないし。そうね、これでどうにかなるなら私たちの商売上がったりよね。そうですよね。おほほほほ。別に期待なんかしてないし。あら、傷ついた。案外こういう出会いにこそ本当の恋愛の始まりがあるかもしれませんよ。そうかな。応援します、ケントさん。おお。相手が女性だとしても年齢もわからないじゃないの。独り者かどうかもわからない。確率低いですね、やっぱり。なんだよ、もう願えるの、みやび。すみません、やっぱり無理だと思います。ダメ元でやってみれば。アクセプト、アクセプト。幸運を祈りましょう。アクセプト、アクセプト。無理ですかね、やっぱり。なあみやび。はい、甘いと思います。よく考えてみれば、いい年をした男性が猫の運ぶ。やめてくれ、これ以上の批判にはとても耐えられない。リバティ、おいで。いい子いい子。そうですか、アラフォーの独身男性なんですね。はい。でも会うっていうのはちょっと。そうですよね。堤さんは正直なとこどうなんです？会いたいんですか？はい、会ってみたい。そうですか、じゃあ私も行きましょうか。本当ですか？はい、ただしあちらには気づかれないように。ありがとうございます。あの、マキさん。はい。でも不安なのも事実でちょっとした賭けですよね。でも気持ちの切り替えをするいい機会かもしれませんし。
不安でも思い切ってアクセプトしてみましょう。ポジティブに。はい。じゃあいくつかルールを決めておきましょう。まず今回は住所や本名を決して教えないこと。はい。でも失礼じゃないでしょうか。きちんと話すことです。最初から住所を言うのは怖いですって。はい。だから電話番号もいけません。はい。相手がパソコンを持っているならネット電話の ID を教えましょう。はい。それから別れて帰るときはここへ向かって歩かないように反対方向へ歩いてください。相手がつけたりしないか私が確かめます。はい。げ、あったの？マジですか？はい、そのようです。それでケントさんの話によればミラクルちゃんの飼い主は30過ぎの女性で、うん、おしとやかというかちょっと陰りがあるとか。へえ。おまけにケントさん好みのボンキューボーンだそうで。あちゃ。ケントさん好きなんですよね、陰りのある女性。そうか。あー、おいしい。もう一杯いきます？これケントさんのボトルだからどんどん飲んでいいですよ。そうね、お願い。では。ありがとう。でもそんな女性なら相手いるじゃないの？それがいないみたいですよ。え？聞き出したわけ？初回で。すごく警戒されてたらしいですけど、俳優のクラーク・ケントだって分かってからは安心したみたいで。ああ、なるほど。途中から彼女の友達も出てきて。出てきた。彼女の友達が念のため密かに見張っていたそうです。なるほど、そりゃそうだ。結局かなり盛り上がったようですよ。そっか。となるとケンちゃん。はい、完全に舞い上がってました。はあ、しばらくうちから女性紹介するのやめとくかな。運命の出会いだって絶叫してました。猫がメッセンジャーだもんね。運命的な気持ちにはなるよね。うまくいくならそれに越したことはありませんけど。そうね、万事うまくいくならめでたしめでたしっと。ただ。何何、問題？その人300万円の借金があるそうで。 あちゃ、現実甘くないな。問題はその人の借金というよりケントさんで。ケントさん有名俳優ですからね。300万円くらいは貯金でどうにでもなるわけですよ。へえ、金持ってんな。どうしました？あ、みやびちゃんも結構持ってるわけ。もうやだ。そっか、まだ若いしね。それなりに持ってるんかい。ええ、それなりに。はいはい。で、ケンちゃんが300万円くらいどうにでもなるけどどうしたって？はい、あの性格だから、なんだ300万円ですかって言って貯金からポンって出しかねないでしょ。そうね、ケンちゃんなら言うね、きっと言う。私ケントさんに言ったんですよ。貯金使っちゃダメよ、助けるにしてもこれから稼ぐ分で助けてあげないとダメよって。なんで？だってまともな人なら嬉しくないですよ。ポーンっていきなり300万円の借金返してくれても、なんだかそれで自分を買われた気分になると思うし。そっか、そんなものか。ケントさんがどれくらい苦労して稼ぐお金なのかちゃんと見せなきゃ。重みを知れっていうわけね。そうそう。つまりケンちゃんがポーンって借金返そうとしても、まともな人ならそんな申し出は受けないっていうことね。そうです、当たり前じゃないですか。そうだよね。そうですよ。でも受けたらどうするの？その時は私がケントさんを止めます。そうか。女子たるもの誇り高く生きようですよ。好き。え？なんでもない。ただ何？俳優業を抑えてる今のケントさんには短期間で300万円を稼ぐってのはちょっと至難の業なんですよね。そっか、そうなんだね。そりゃ困ったな。え？何かいい手はないものかな。ま、飲んで考えましょう。そうですね、飲みましょう飲みましょう。未練がましい俺だけ大事でくれよ。
ってなわけで、この世の悪を成敗するクラークケントでございます。ピーッとなりましたらご用件をどうぞ。あー、ケントさん、ただいま9時半です。今ね、レイのスナックで沢口さんと飲んでます。よかったら来てください。じゃあね。もう何やってんのよ、こんな時間に。ひょっとしたらデートかも。あ、ありえる。それきっとそうだ。そうだよね、ありえるありえる。探したんだぜ。逃げても無駄なんだよ。やめてください。お金はちゃんとお返ししますから。そんなの無理だよ。諦めな、堤さんよ。忍さんはちゃんと返すと言ってるじゃないか。だからお前は誰だっつ。私は。この人は関係ありません。忍さんだとよ。黙ってな。期限まであと1ヶ月。それまでは。職もない女が一月で300万円どうやって工面するっていうんだね。絶対にお返ししますから。夢みたいなこと言うんじゃねえぜ。大丈夫ですから。300万円だぜ。返すとなると方法は限られるんじゃないですか。え？それは。だからいいところを紹介するって言ってんだよ。おい。おい。こっちへ来い。こっちだ。ケントさん。大丈夫ですよ。こっちへ来いって。こっちだ。ケントさん。やめろと言ってるんだ。忍さんに触るな。お前さ、あんまり邪魔すると刺すよ。何？やめて。俺たち遊びでやってんじゃないんだ。おい、構うことない。邪魔立てするならこいつやっちまえ。えい、やめて。やめてください、ケントさん。大丈夫、少し後ろへ下がってなさい。うん、これでいいだろう。うんうん、これなら大丈夫かな。やるって言うんだ。おい、こいつ本気らしいぞ。ならこっちも本気だ。やっちまえ。30メートル後方、忍さん。10メートル前方、ナイフ3本、10時、0時、3時、0時、左利き。5歩、5歩、3本。553。553、553。うん。一月待ってあげなさい。いいね。はい。まあそれは大変でしたね。それで堤さんは大丈夫なんですか。ええ、あいつらすっかりおとなしくなりましてね。期限通り待つということで話をつけました。その代わりこちらも逃げられない。私も顔バレましたし。はい、お茶どうぞ。お、サンキュー。何これ。玉露の炭酸割り。緑茶を炭酸で割るの。そうよ、濃いめのお茶に炭酸水で、美味しいんだから。最近の女性はなんていうか。何よ、文句あんの。ごめん、忍さんも変わった飲み方するもんで。堤さん。ああ、緑茶に砂糖を入れて飲むんだよ。まあこれが慣れると結構いけるんだけど。変わってるね。人のこと言えないでしょ。ねえクラークさん、それで堤さんは300万円をどうなせるつもり。そうでした、ケンちゃん、それくらいあるんでしょう。パッと返してやんなよ。そりゃ堤さんが受け取らない。そうでしょう。絶対ダメだってさ。みやびの言った通りだ。世の中うまくいかないものね。私だったら躊躇しないんだけど。私も。はあ、ケンちゃん、堤さんのことがもっと好きになったんでしょう。はあ、ダメだこれ。クラークさん、で結局300万円はどうなさるの。
どうしましょう。みやびちゃんが言ってたでしょ、目の前で稼いでみせなさいって。ああ言ってた。だけどそんなの無理でしょ、一月で300万なんて今の俺には無理。ねえ、いい話ないかな。ここは結婚相談所、職案じゃないっつうの。ふん、困りましたね。はあ、ケンちゃんが何でもするっていうのならあるかもね。何言ってんのよ、何でもするよ。本気それ？当たり前だよ。へえ、本当に好きなんだね。え、何でもないよ。え、じゃあ一つ方法あるよね、社長。クラクさんには結構大変なことかも。何？何よ。実はみやびちゃん、そのことで今日ある人に会ってるんだ。はあ？オカマティーニを捨てはせずに成功して、わかる？かしこまりました。教祖さん、なんだかスパイ映画の主人公みたい。僕カクテルにはちょっとばっかりうるさいんですよ。私もそれいただいてみようかな。すみません、私も同じカクテルください。かしこまりました。私教祖さんと同じ福岡出身でしょ、いつかちゃんとご挨拶しないとって思ってたんですよ。だからもう今日は嬉しくて。僕もね、京極さんがデビューした時からいつかこうやって福岡でご一緒できないかなって思ってたのね。だからご連絡いただいて幸せなのね。え、私のデビューの時から？はい、僕綺麗な人好きなのね。京極さんはアイドルの中でダントツなのね。まあ、ありがとうございます。あ、それからみやびでいいですよ、みやびで。じゃあみやびさん。はい、教祖さん。わあ、楽しいですね。ほんとほんと。教祖さんはこうやってよく福岡に帰っていらっしゃるんですか？はい、教団本部は別のところにあるんですけれどもですね、僕の家はこちらにあるの。わけあって2年前に東京から戻ってきたのね。そうなんだ、テレビでよく見るからずっと東京かと思ってました。僕の本職は戦争のない平和な世の中を作るお手伝いなのね。わかるでしょ、もう言わせないでよね。あ、そっか、教祖さんの教祖って芸名じゃなかったですね。そうですよ。やだな、もう。こんばんは、僕教祖です。でも私教祖さんのあの番組好きですよ。教祖のシンキングタイム。でも沈んじゃダメだよ。あれ結構評判良くて。斬新なクイズ番組ですよね。なんて言ったって教祖さんの司会が素敵です。そう、生番組の司会って難しいのよね。ですよね、頭良くないとできませんよね。それにシュールっていうか。そう、僕頭いい？シュール？はい、もう問題自体がシュールの塊ですよ。あ、そう。やだな、もう見てわかるでしょ。そうですよ、最終問題のお知り合いの女性からの問題は特にシュール。あれって全部本当の話なのね。そうなんだ、へえ。みやびさん出てみます？え、私がですか？はい。大丈夫かな？大丈夫ですよ、最終問題以外は普通のクイズですから。ちょっと考えてみようかな。ぜひぜひ、カモンカモン。あ、でも出るとしたら今月中じゃないと。今月？今月がいいな。あれ、みやびさん今謹慎中じゃ違ったかな。謹慎中ってお仕事していいんですか？ほら、私暴露アイドルじゃないですか。あ、そうだったん。大丈夫ですよ、大好きな教祖さんのこと暴露したりしませんよ。大好き。大好き。実は暴露アイドルって表向きのことなんですよ。だから事務所は私を謹慎処分にするって言って時々事務所を辞めさせるんです。でも実際は私に休暇をくれてるだけで、処分期間が過ぎたら、つまりほとぼりが冷めれば私はまた事務所に戻るんです。僕よくわからないな。
ちょっと複雑な仕組みですから分かりにくいですよね。ね、ね、だからもし番組に出していただけるなら事務所と関係ない今月がいいな。ライフのゲスト宮美さんに変えちゃおうっと。いや、ありがとうございます。でもいいのかな、なんだか悪いな。いいんですよ、ちょうどつまんないゲストだなって僕気が乗ってなかったのな。もうマジさんとかしなってどうでもいいし、もうえ、いいえ、なんでも。お待たせいたしました、おっかまティーニでございます。ありがとうございます。わあ、美味しそう。みやびさん、あなたの瞳に乾杯。やだ、私の瞳にだなんて、もう教祖さんたら。いや、ちょっと決まった、ひょっとして。あの番組ペアで出なきゃいけないんでしたね。はい、そうでした、そうでした、京極さんともう一人。そっか、アイドルのお友達なんか。教祖さん、横顔素敵ですね。え、もう一回教祖さんの横顔に乾杯。いやだな、もう。ペアの件ですけど、一人お世話になってる方がいるので。ダメダメ、ひょっとして女の子小町とか。いやだ、本当にそのお顔素敵、愛してしまいそうです。愛、愛、え、え、愛、え、大丈夫ですか？いや、僕としたことが、ズボンが、ズボンが。よかった。で、私のペアの話なんですけど。わかる？うわ、みやびん、この問題も分けちゃうの？はい、多分。これに正解したら賞金は80万円。じゃあみやびん、答えを言っちゃって。バタイユ。すごい、みやびん、これからは暴露アイドルっていうより知性派アイドルなのね。あれ、横で何も答えない方が約1名いらっしゃいますけど、あなた誰？なんて冗談ですけど、しっかりしてくださいな、クラークさん。面目ない。今まで全部みやびんが答えているじゃないですか。もう何やってるんですか。ほんと面目ない。まあみやびんが答えた方が絵になっていいですから、僕としては全然問題ありませんけどね。さて次は10問目、これに正解したら100万円。どうします、みやびん、クラークソン、次の問題へ進みます、それともやめて今まで獲得した賞金の80万円で帰ります。進みます。そうこの子ちゃん、やる。ではいよいよクライマックスですよ。複雑な動きをするアリを見て、背景にあるシンプルな構造の、まだ問題の途中なのによかったの？はい、多分。これに正解したら100万円。そして最終問題。もう僕ね、今日はみやびの頭脳に感動しちゃいましたよ。ねえ、皆さんもそうでしょ？もしこれに不正解でも、みやびんが今日から知性派アイドルなのは間違いありませんよ。本当ですか？嬉しい。今日その僕が保証しますよ。じゃあ覚悟はいいかな。はい、100万円の問題、ではみやびん答えをどうぞ。いっちゃって、サイモン。正解なのね、本当にすごい。見事100万円獲得です。僕めまいがしそうですよ。クラークさん。はい。あ、動いた。あなたぬいぐるみなのかと思いましたよ。まってくん、もう。さてさて、いよいよ最終問題。僕の知り合いの女性からの問題ですよ。
今までの問題とはちょっとタイプが違うのね。知識というより感性の問題。それも僕のお知り合いの女性の感性に近いかどうか、それが問われるのね。難しい分賞金はぐんと上がります。なんたって倍になるんだから。うわあ、僕って太っ腹。さあどうします、みやびんクラークさん。それともここでやめて今まで獲得した賞金100万円で帰ります。どうする。もちろん挑戦します。やるやる。そうでなかったら盛り上がらないよね。じゃあやろうやろう。では最終問題に突入ですよ。ただ最終問題には皆さんご存知のように次のルールがあるのね。第一のルール、最終問題は2問ありますが1人1問しか答えられません。つまり2問とも挑戦する場合はクラークさんも答えないといけないわけですよ。第2のルール、1回だけお友達 LINE が使えますのよね。お友達に電話してその人に答えてもらいます。僕優しい。第3のルール、賞金額ですが正解すれば獲得賞金の倍、不正解なら半額となります。つまり第1問目を正解すれば200万円、不正解の場合は50万円、第2問目を正解すれば400万円、不正解なら100万円です。以上3つのルール、了解でしょうか、みやびんクラークさん。了解です。了解です。了解を得たところです。さあ始めましょうかね。最初の問題はどちらが答えますか、決めてください。じゃあ私で。みやびん、じゃあいきますよ。はい。では問題、僕の知り合いの女性はイギリスにいた頃よくお弁当を持って一人でお散歩に出かけていくところがありました。日本ではちょっと考えられないところです。それはどこでしょう。さあシンキングタイム。わかる。でも沈んじゃダメだよ。え、イギリス、お弁当、お散歩、ええ。ラインライン、お友達ラインをお願いします。さすがのみやびんにも難しい問題なのね。スタッフさん、みやびんの携帯を持ってきてください。さあみやびん、誰でも好きな人にかけてください。その人が僕の知り合いの女性と同じ感性の持ち主であることを祈りますのじゃ。あ、沢口さん。はい、沢口です。見てました。はい、見てました。じゃあどこだと思います。ま、ね、思い当たる場所はありますか。はい、一箇所あります。そうですか、それ自信あります。いえ、自信はありません。でも有名なイギリスの女流作家も同じことを言ってたように記憶してます。じゃあお願いできますか、私の代わりに答えてください。間違ってもいいですか。構いません、もちろん。じゃあ答えます。それは墓地です。はあ、墓地ですね。さあ正解か不正解か。ありがとう。助かった。嬉しい。よかった。正解は墓地でした。お見事でした、沢口さん。よかったです。間違えたらどうしよう。はい、ご苦労様。さてこれでみやびんたちの賞金は200万円ですよ。さあどうします、ここでやめて200万円を持って帰りますか、それとももう一問挑戦してみますか。やめます。挑戦します。
クラークさんが初めてまともに喋れましたよ。で、挑戦ですか？でも、私がお友達 LINE 使っちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですよ。これで失敗しても100万円何もないわけじゃないですから、一問くらいはまともに挑戦してみないと。ほんとごめんなさい。もういいですか？はい。なんて生番組なものですから。じゃあクラークさん挑戦ということでいいですね？はい、いつでもどうぞ。はいはい。ではクラークさん、問題いきますよ。お友達 LINE はもうありませんからね。わかるでしょ？僕教育くん。ではクラークさん、問題いきますよ。お友達 LINE はもうありませんからね。クラークさん頑張れ。ああ、みやびんの感動的なエールがクラークさんに。美女のエールは感動的ですね。僕この番組やってて幸せ。どうしました？クラークさん緊張されてます？ はい。あ、そうだ、クラークさん紅茶でもお飲みになりますか？落ち着きますよ。紅茶？僕ね、紅茶は断然ミルク派なのね。クラークさんは？私はどちらかという。問題。僕の知り合いの女性はアフリカにいた時、緑茶を変わった飲み方で飲んでいたのね。あるものを入れて飲むんですけど、一体どんな飲み方をしていたのでしょうか？さあ、シンキングタイム。わかる？でも沈んじゃダメだよ。ひらめいたの？ひらめいた。それは驚き。じゃあ400万円の夢をそのひらめきに乗せて答えを言っちゃって。それ砂糖入れて飲む。お砂糖を入れて飲むですね。さあ、正解か不正解か。頼む。お願い。頼む。お見事。正解。お砂糖を入れて飲むです。来た、クラークさん。クラークさん。残念ながら正解です。もうどうせならみやびんに最後を飾っていただきたかったんですよ。すいません、私みたいなもんで。いいんですよ、番組としては盛り上がりましたからね。はい、じゃあ賞金の400万円です。スタッフさん持ってきてちょうだい。あー、大きなお札、看板みたい。400万円札だって。クラークさん、ほらほら受け取って。ありがとうございます。どう。銀行にこの大きなお札を持っていくと本物に変えてくれますからね。はい、ありがとうございます。これ車に乗るかな。教祖さん、ありがとう。いえいえ、お見事でしたよ。皆さん、これからも知性派アイドル教祖とみやびをよろしくね。契約があと3ヶ月残ってるからって、まあ律儀だね。でももういいし。お疲れ様。はい、レモネード。お、サンキュー。あー、うまい。浅間に来るまでレモネードがこんなにうまいとは思わなかったよ。ねえ、
誰からのメール読んでたんですか？エメラルドブルー社長の緑川さんから。へえ。契約期間がまだ残ってるからって結婚相手のファイル送ってくれるんだよ。まあ律儀。どんな人なんです？さあさあって見ましょうよ。破棄しちゃった。見ないで捨ててるんですか？ああ見てもしょうがないでしょう。だって誰が好き好んでこんな暑い島に来て学校作りなんか一緒にやってくれます？それはそうですけど。ケントさん。あいつらがいたな。そういえばケントさんの強さと男気に惚れ込んでついてきた元サラ金マン。きっかけは俺だけど、みやびお前にも原因あるぞ。アイドルはファンを選ばないの。まあいいじゃないですか、真面目だし。そうだな、根はいいやつらなんだよ。子供好きだし。以前ケントさんを殺そうとしたっていうのが信じられない。ケントさん、本日の壁取り作業完了しました。完了しました。ああご苦労だったね。今日はもういいから上がっておくれ。本当お疲れ様でした。じゃあみやびからのご褒美のレモネード、あっちに用意してますから、どうぞ駆け足。あ、ありがとうございます。おい、ありがたくいただくぞ。えじゃねえよ。はいだろ、みやびさんの前じゃ。すいません。バカタレが何と言ったらわかるんだよ。さて、壁が済んだとなると今度は内装か。とりあえず黒板と机と椅子ですね。20人分もあればいいだろう。明日から村を回って材料を集めないとね。でもまあそれは弟がやるから、我々男組は数日ゆっくりと体を休めておくかな。そうしてください。いよいよ結婚だね。弟を頼むね。はい、お兄さん。悪い気はしないな。あのケントさん。何？あれからずっと聞きたかったんですけど、なぜ忍さんと一緒にならなかったかでしょ。はい、とにかく私の中では謎で、自分でもよくわからないんだよね。めでたく賞金獲得して300万円をあいつらに返して、さあプロポーズって時にさ、忍さんもきっと待ってたはずですよ。悪いことをしたと思ってる。でもね、忍さんなら大丈夫、女は強い。うん、あのクイズ番組のことが何度も浮かぶんだよ。番組のことですか？うん、最後の問題、あれ答えるときさ、実は最初にパッて思い浮かんだのはモンローの緑茶なんだよね。え？何度も何度も忍さんからいただいていた砂糖入りのお茶じゃなくて、モンローの入れてくれた炭酸入りのお茶だったんだよ。炭酸入りのお茶ですか？沢口さんも変わってる。両方思い浮かんだから、どうせ間違うなら忍さんの方を答えて間違う方がいいだろうってとっさに思ってさ。そうしたら正解だった。そう、あの時はあー砂糖を選んでよかった、ラッキーなんて思ったんだけどさ、でもその後なんかこう心の奥でしっくりと来ないわけ。そっか、そういうことだったか。 なんだよ。そっかそっか。だからなんだよ。もう一杯ダブルで。かしこまりました。ごめんね遅くなって。あら、もうかなり出来上がってるね。ケンちゃんのボトルもう期限来るから開けてしまおうと思って。じゃあ私もそれいただいちゃおう。ロックでお願いします。かしこまりました。あのね、来る途中で私も買っちゃった。何をですか？これほら、京極みやびの自伝的エッセイ、二つの名前を持つ猫、猫が運ぶ愛のメッセージ。社長まで？意外にミーハー。京極みやびがこんなに純情派だったなんてって評判じゃない。みやびちゃんは純情派ですよ。でもこれって、あー罪だ。いいじゃないの、結果オーライなんだから。みやびちゃんもこれで本当に暴露アイドル卒業できるわよね。知性派純情アイドル。あーケンちゃん罪だ。ねえ、はい、そろそろ種明かししてくれない？何をです？みやびちゃんがどうしてあんなにクイズ番組で答えられたのか。種なんてありません。え？みやびちゃんが本当に知性派なんだっていうのが種といえば種。ご両親がハーバードとスタンフォードで、お姉さんがやっぱりスタンフォード。みやびちゃんがアイドルか東大進学科で悩んでいた時、ご家族みんながアイドルになれと勧めたそうで。嘘、普通のご家庭の子じゃないとは思ってたけど、
あの時みやびちゃんは最終問題行くまで全て自分が答えて、最終問題はお友達ラインを残してケンちゃんに託す予定だったんですよ。だけどあの墓地の問題はさすがのみやびちゃんも困っちゃった。あなたよくあの問題分かったわよね。たまたまですよ。私古い映画が好きですからね。マーク・レスター、トレーシー・ハイド。え、いや何でも。あ、マキさんだ。すみません、遅れました。ご苦労様。それで部屋の準備どちらも完了です。ミラクルちゃん、ねえマキさん出してあげてよ。え、でもお店だし。このお店ペットダメですよね。ねえお願い。かしこまりました。ありがとう。じゃあほらリバティ出ておいで。ミラクル、狭かったね、ごめんね。さあいらっしゃい。で今度の二人はうまくいきそう？リバティの部屋の女性は調査通り、借金以外は全く問題ありません。堤さんと同じ、正直で人柄もいい。借金もあの人柄が災いして押し付けられちゃったようなものですよ。それも調査通りですよ。で本当のところいくらなの、その借金？それも調査通りですよ。そう、じゃあ大丈夫ね。大丈夫ですよ。ミラクルの部屋の男性の年収は2000万ですもの。人柄も問題ない、調査通り。正直が服を着て歩いてるようなもんだわ。女性問題も全くなし。50になるまで女に目もくれず仕事一筋の人生を歩んできたってとこね。ねえミラクルちゃん。じゃあ来週から早速取り掛かりましょう。頼むわよリバティ、訳ありの女性の幸せはお前にかかってるんだからね。そうだよミラクル、お前が運ぶお手紙が自然な出会いを演出するんだぞ。おまけに運命的なね。あ、そうだ、ここに来る前に事務所に寄ってきたんですけど、お二人にこんなものが。アサモア共和国からですね。みやびちゃんよ。京極みやびが。はい社長。ありがとう。いよいよクラークさんの弟さんと結婚ね。招待状か何かですか？ええ、きっとね。でも残念だけど私は行けないだろうな。はい、沢口さん。ありがとう。沢口さんのはちょっと分厚い。本当だ。お手紙でも入ってるのかな。私も行けるかな。何言ってるの、あなたは行きなさい。え、みやびさん、あなたのことお姉さんみたいに慕ってたし、俳優業中止して学校作りしているクラークさんにもあって言うことあるでしょう。え、なんだか私もそう思います。クラークさんと堤さんの件、沢口さんに原因があるように思えてなりません。え、みやびさんの手紙をよく読んでクラークさんに会ってきなさい。会って私が何度も送っているファイルをちゃんと見るようにクラークさんに言いなさい。ファイル？いいわね、これは社長命令です。みやびちゃん手紙ありがとう、嬉しかった。とんでもない。うん、いい匂い。こんな島で石狩鍋が食べられるなんて。ごめんね、突然やってきてこんな場違いの料理作って。何をおっしゃいますやら、暑さには暑さですよ。うん、ありがとう。あ、熱燗できてるかな。バッチシです。あーちー、お尻上手。冷たいシャワー浴びて、氷水ぎゅっと行きたいっすね。村のみんながあんなに喜ぶなんて。俺生まれて初めて充実感味わってます。あー、労働っていいっすね。人の笑顔って最高っすね。子供、俺子供好きっす。ついてきてよかったっす。ミヤビさん最高っす。誰がクラークさんだろ。ただいます。あ、帰ってきました。ケントさん驚くぞ。沢口さん見て感動で泣きますね、きっと。そうかな。絶対。それに今日は学校一つ完成した日だし、絶対泣く。おいおい泣く。ただいま帰りました。ただいま。いやー、村のみんなが喜んでくれて。おかえり。ただいま。おかえりなさい。暑かったでしょ。いや、暑かったのなんのって死んじゃいましたよ。こんな時は冷たい。バカ野郎、場を呼べ場を。そうそう。ただいま。食事できてるよ。おう。石狩鍋ね。
暑いけど。おうおう、今暑いのにマジっすか。そうだよな。バカ誰がバオヤベ。暑感もあるよ。暑いけど。おお、飲む。え、おお、じゃあついであげる。おお、ありがとう。あー、うまい、うまいな。え、ケントさんも継がないと。夢だったんでしょ、こういうの。え、はい。ありがとう。おいしい。暑いけど。あ、はい。私を。あ、はい、はい。私を。あ、はい。私を酔わせてどうする気？あ、はい。はいだけじゃ分かりませんよ。はい、はい。Signal. All is well.